はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2023年、年明けたんだよね。23年1月1日が、はい、元旦ということでね。はい、大根の種まきね、先ほどしましたけどもね、そこにこう、パオパオかけて、で、支柱を打って、で、有楽のこの穴あきトンネルね、三欠の穴あきトンネルをかけて、段ボールで押さえた状態がこんな感じですね。はい。とりあえずね、風がね、今日はそんなでもないですね。この間よりかは強いですけど、でね、この今ダンプールでこうやって押さえたでしょ。これ今作業、今日はね、研修生と2人でやってますけど、1人でね、トンネルを張るってことを考えれば、このダンプールをね、こうやって今打って紐掛けこれからするわけですけども、風が強ければ強いほどね、このダンプールの本数を増やしてあげればいいです。今日はね、こうやって念のためね、彼が初めてなので釣り竿を見るのがね、ちょっと多めにダンプール打ってます。これが例えばね、トンネルを張るときに50メートルとかであれば、このダンプールをね、もうちょっと3周のね、3、4本に1本ずつぐらいで十分ですけど、ちょっと今日はね、こうやって多めに打って、作業をやるような感じでね、こうやって。で、この状態で置いていけば、しばらくこれで飛ばされないので、で、こうやって落ち着いて、今、このね、この U 字工のこのペグね、これを彼に刺してもらって、これを支柱のね、こういうふうに1本飛ばしでこうやって刺してもらっているわけですね。で、私が向こうからこうやって紐をかけながらね、こうやって、今から釣り竿の方をやっていくという動画でございます。初めてだっけ？はい。そうか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 。ええ。私の動画を見るきっかけがこれなんだもんね。はい。だそうです。意外とね、だからこれはね、貴重でございましてね、この情報をね、この情報を無料で公開してるって素晴らしいと思いませんか？そうですね。いや、なんか俺が無理やり言わせてみたいですけど。ということで、それでね、最初に、いや、こっちが来てくれる。で、どういうふうにかけるかっていうと、ね、で、今、向こう側にほら、刺してもらったじゃない？あれが、こう飛び出てるわけじゃない？はい。だから、そこにこうやって、紐をこっち側からこうやって引っ掛けていくわけだよ。で、その時に、これを通すよね。で、これに、こう進んでいくから、これをこう通すわけ。はい。OK？ はい。で、この先端をまずこちら側をこうやって、この、今度はこっち側はこの普通の U 字、この丸ペグね。はい。で、どこでもいいので、こう、紐をくくって、で、そっち、ここの向こう側にあるわけでしょ、はい、見えないけど。なので、こっち側にこうやって、これはできるだけ支柱にこうやって近いところで刺してあげて、こういう感じで。で、ぐーっと押し込んでいって、最後は足で曲げないようにバツ。はい。で、こう持ってきて、ぐーっといって、見なくても、多分ここの先にあるわけじゃない。はい、ってことは、こう持ってきて、これで引っかかるように、分かる？感覚的に、今これでも引っかかったの分かる？はい。はい。俺は見てないけど、見えなくてもこうやって引っかけられるわけよ。はい、ここでこうやって持ってきて、で、こうやってこの位置にこうしごきながら、で、こいつをこうやって見上げるわけ、こうやって見って。はい、OK？ で、こう持ってきて、で、今度はこっちがここで打つわけでしょ。で、こうやって緩むことなく右手で持ちながら、左手でこうやって腰角からペグを持ってきて、最初にこれをこうやって当てるわけ、こうやって。この位置。ってことは、この今のここにこう巻くわけ。巻いて、ぎゅー。で、持ってきて、ちょっとペグがあるけど、ここでずーっとグッ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 って。要するに、ここ、打ったところで、やればピンと張れるわけでしょ。わかる？で、またこいつ、釣り竿持ち上げて、こう持ってきて、向こうが見えなくてもうまいこと飛び出てるところに、だから向こうのペグ刺す時の高さが地面まで刺しちゃうと刺さ、あのこれ引っかかんないでしょ。だからあんまり高くてもダメだし低くてもダメなの。こうやって慣れないと意外と苦戦するんだけど、これがほらいざという時はこれまたごうと思ったらまたげるでしょ、この短いサイズは。だけどこれがあの人参みたいに240センチのサイズだったらもうまたげないから、はい、ああそうですね、ダメですね、ね、これでだからなかなか引っかからないわけよ、はい、あ今引っかかったね。でこうやって引っかかったらこうやって持ってきて、でこうやってグッグッとしごきながらこのダンポールを上げて、でまた刺すわけで、ギュギュッとこうやってやりながら、であんまりギュッとやると向こうが抜けちゃうから、はい、はい、で、こう持ってきて、
でまたここまで当てて、ここに刺し、くるっと回し、一回転刺して、こう持ってきて、バツ。はい、OK?、はい、で、この時にこうやって今2本がビョンとあるでしょ、はい、そしたらこれをあっちみたいにクロスのバッテに持ってくるわけ。ってことは、わかる？どっちに刺すの？こっちだよね、はい。こうなるわけ。このクロスになるようにね。この前下線に対してクロスに打つわけだ。となると、これをこちら側の内側に、こうやって、このマルチを巻き込みながら、こうやって打つわけ。OK?、はい、それで、今度は向こうで、踏みながら、今度はこっちをこっち側に刺していくわけ。やってごらん、それ。そう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 。でその時にこれがちょっともうちょっとテンションかかるように本当は刺してほしいんだけど、ちょっとまあ緩かったけどね。はい、っていう風にしてやってみて。はい、はい、まずそのダンポールは外してみて。はい、はい、じゃあぐーっと持ってきて左手で持ちながら、でもうちょっとこれをギュッとぐっとしごいてみて。そう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 、それでそこをぐーっと持ってきて、まずどこに打つのかっていうとそこだよね。はい、だからそこのポイント持ちながら、はい、ペグを持ってきて1回転どっちでもいい。そうそう、今2回転した、1回転です。はい、でぐーっと持ってきて、これを上に持ってこないとダメ。はい、で持ってきながらそれを刺していくわけ。その時にそう、そこそこそこ、はい、でまっすぐぐーっと押し込んで、最後足でバツ。今緩まないようにそうやって持ちながら、もうやり直さなくていい。はい、 OK、 はい、はい、それでまたその跳ね上げて、ダンポール跳ね上げて、そして進んでいくわけ。 OK、 まあめんどくせえけど、慣れれば、動きの中で慣れればどうってことはないです。見るとね、意外とこう、まあ、最初はぎこちないですけどね、慣れればね、サク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 できます。で、50メートルのね、トンネルを張るのにね、早ければね、20分とか30分以内に張れる、一人で張れるようになりますから、作業者がね、2人いる必要はありませんのでね、慣れるとね、もっとパッパパッパ行けるようになりますので、これもこうやってね、数こなしていくしかないですね。こうやって春栽培というのはトンネルを張るということなんですね。で、このトンネルが綺麗にね、風で飛ばないように張ることができない限り、春に4月の1日に大根や人参やキャベツや白菜というのはできないんですね。なので、春栽培というのはトンネルを張ることなんです。トンネルを綺麗にきっちりと張れないと野菜はできません。はい。これがね、春栽培において絶対に習得しなくてはいけないトンネルの張り方なんですね。まあいろんなトンネルの張り方あると思うんですけども、大規模産地に行けばね、何十本何百本ってね、ドバーンと並んでると思いますけれども、これをね、
まあ、一人でね、一日何本も貼れるようにサク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 いかない限りはね、飯は食えないということですね。特に我が農園のようにね、こうやって、セット野菜をやってるとね、3月30日までは、3月の20日ぐらいまでは大根ね、冬の秋冬の大根人参があります。はい。で、3月回りました、4月の1日になりましたと、すべての秋冬大根が到達しましたね。じゃあどうするんですか。はい、このトンネル栽培の大根人参がバトンタッチしなければ、間髪を入れず、ね、3月26日に、秋冬大根がすべて終わった、到達して終わりました。ね。そしたら、翌週の3月28日、ね、3日、火曜日と金曜日に出荷が巡ってくるわけですから、その時に、この春大根が葉付きでバシッとしたものができるかできないか、それが勝負なわけですよね。はい、それをするためには、これが、ちゃんとね、中で今日発芽して、ね、で育たないとできないっていう、そういうことでございますね。ね、最初はこれ慣れないとね、動きがぎこちないですけど、でも慣れればね、もう次他のことを考えながらパッパッパッパ作業ができるようになりますので、まあワンシーズンでね、20本30本とやることになりますので、それをこうやってね、研修生の人にやってもらえれば、大体ワンシーズンで、ツーシーズンね、例えば来年の今頃まだ彼がね、うちまで通ってるんであれば、もう来年は全部彼にトンネル栽培ね、やってもらえれば、それで2シーズンで大体身につきますね。原理は別にそんなに難しくないのでね、あとは数をこなして体の動きね、一つ一つにどうやればいいかって自分でこれで体で覚えるしかないわけですから。はい、いつも言いますけども、農業とは何ですか。技術ですね。トンネルを張るね、張る栽培はトンネルを張るということは皆さん誰でも知ってますけど、いかに何分で張るかですよね。今日みたいにこうやって風が、これでもまだね、緩い方ですよね、風はね。でももっと強風の中でも種をまいて、一人でトンネルを張れなければ意味がないので、これをね、どれぐらいでね、1年、2年で習得するかなんですよね。はい。これが、特にセット野菜、彼はね、セット野菜を僕みたいにね、一年中作って、ね、それをお客さんに販売したいって、セット野菜やるんであれば、このトンネル栽培は必須でございますので。ということでございます。ね、参考になるかなと思います。ね。で、ね、家庭菜園でもね、これ今ちょっと確かに長いですけども、5メートルとか10メートルぐらいであればね、皆さんもね、一人で張れますか。そうするとね、家庭菜園でもね、4月の1日に大根や人参があるんですよ、皆さん。ね。だからぜひね、難しくありませんので、ね。使ってる道具も全部これホームセンターで売ってるやつですよね。ちょっとペグはね、40センチでね、ちょっと業務用になるんですけれども、買っとけばね、一生ものですから、ね。ちょっと最初はお高いですけども、10本、20本持っていれば、軽く10年、20年と持ちますからね。はい。だから家庭菜園の人でもね、このトンネルの張り方をね、習得してもらえれば、もちろんね、1月の終わりからやるこの家庭菜園講座の中でね、これも今年の冬のね、12月ぐらいのその春栽培ね、来年のこの葉栽培の時に、このやり方もね、手取り足取りこうやって教えますので、ね、はい。まあ、今日彼は1回目なのでね。でも彼はね、僕の動画を見つけたけど、これを見つけてね、そこから、の何年も前らしいですけどもね、そこから、興味を持ってくれたので、そう思うとね、なかなかね、感慨深いですよね。まさにトンネルが繋いだ縁ということでね。オーガニックでね、一年中野菜を作ろうと思うと、これは絶対に覚えなきゃいけない、技術なんですね。まあ、北関東とかね、関東で、今の時期ね、千葉、茨城、栃木、群馬行ったら、多分これがね、大根とか何百本と、ね、ドワーンと並んでる光景がね、向こうでは見慣れた光景ですけども、ね。
ね、何回も見ますけど、これのポイントね、一人で作業が一人で、トンネルが張れるということ。そして、風が強くても張れるということね。今日は風が強いから、僕も昔これをね、習得する前までは、今日は作業が一人だし、風が強いからトンネル張るのやめようとかね。そんな風に思ってましたけれども、このやり方をね、編み出してからは、できるようになりましたんでね。そしたら向こう側は一番端っこはそれを跳ね上げて、これ自分が回って、その自分のそれで打ってくれる？はい。そしたら終了です。あとでハサミで切りますので、はい、っていうことですね。あれ、これ、葉っぱが飛んでっちゃったな。よいしょ。よいしょ。終了です。そしたら今度はこの一回それも離してもらっていいので、はい、今度はそのこの段ボールをさっき言ったみたいにこうやってクロスにして刺してってくれる、はい、はい、これは、はい、そっちですね、はい、でギュッとそこでこう圧をかけて、はい、はいはいっていう感じでずっと進んでってください。あとでいいです、はい、行って帰ってくるときに踏んづけていくわけ、はい、はい、でこうやってね、ビニールがこうやってこういう風にしてやることでこうやって圧をかけるわけね。でこれでビニールがバタつかなくなるの分かるでしょ、はい、はい、ここがポイントです、はい、はい、ということでね、今日はね、研修生初めてのね、彼にはね、ちょっとトンネルこの釣り竿の方やってもらいましたけどもね、はい、ということで何か参考になればよろしいかなというふうに思います。はい、今日は大根の2本目ね、春大根の2本目の穴あきトンネルね、釣り竿農法っていうやり方で、トンネルを張っているとね、トンネルを張っているというか、まあ、トンネルが飛ばないようにね、こうやって紐をかけるという釣り竿農法のやり方をね、研修生の人に教えながらちょっと説明させていただきました。よろしければまあ参考になさってみたらいかがですかということですね。はい、はい、1月1日元旦ね頑張って働きましょう。それではまた。